取り込まないさ。な。いいや。不死ねえまで。こら、イリア。シロ。せっかく干した布団が潰れちゃうだろ。ここ、とても気持ちいいんだよ。あったかくていい匂いで。そりゃ、そうするために干したんだが、うわっ！ね、シロも一緒に寝よう。だから潰れるって。イリア。シロは、いい子だね。確かに気持ちいい。最近疲れ気味のせいか、まぶたが重く。これは起こした方がいいのだろうか。しかし邪魔はするべきではない気も。そっと。何をしているのかしら。はい、静かに。三人ともよく眠っているものね。確かに干したての布団ってのは気持ちいいものだけど。特等席だ。わあ、ちょっと、いいの泥棒猫、そこは私の場所なのか。いい匂い。バカな騒ぎ。分かったわよ。こんなに騒いじゃシロだって起きちゃうでしょ。あら、起きないわね。そりゃ起きないわよ。起きないようにしたんだもの。なんと、シロにアンチかけたの。シロとお昼寝したかったの。しんたくん、早くそっちに。分かったわよ、もう。でも、本当に解いちゃってもいいの？な、どういう意味さ。まあいいか、みんな溶けていたんだし。ほらー、何すんのよ、この時。そういうのはお姫様のキスって相場が決まってるじゃない。逆でしょ、逆。見たところタイガも目を覚まさないんですが、彼女にも暗示をかけたのですか。かけてない。